こんばんは、速稼塾の久保です。ミスターまゆめさん、500回じゃないわ、1日50動画アップロードおめでとうございます。まあ、ここでね、私たちは一つの気づきを得ることができます。ミスターまゆめさんが朝ね、動画を上げた時に奥さんに言われた言葉覚えてます？奥さんはちょっとそんな大丈夫ってね、心配されたわけですよ。でもミスターまゆめさんがね、いっぱい動画をやる中で宣言してやる中で、しまいにはね、協力してくれるようになったっていうことを言ってましたよね。まさにね、3人のレンガ職人の話をさっきしたんですけども、今朝したんですけども、まさにそれじゃないですか。自分がやってることに影響を受けて、よし自分もやるぞっていうふうにね、周りの人を焚きつけていくっていうかね、その気にさせていく力、これがどうやって、できるかというと、自分が本気なら周りの人が影響を受けて本気にね、付き合ってくれる可能性が強まるってことなんですよ。で、自分が本気でなかったらね、片手間でやってたものを誰が手伝いたいんですかって話ですよ。もっと言えばですね、周りの人を、奥さんとかを本気にさせるぐらい自分で魂込めてやってるかってことがここで言えるんですよね。で、ミスターまゆめさんはね、今回の経験をもとに、今月まで300回行くなと、まあ、これぐらい手伝ってもらったのに、やらなかったらそれこそ手伝ってもらったやつに悪いわみたいな感じで思うと思うんですよ。で、ここがかなり大事なとこなんですよ。じゃあですね、これを一般論に置き換えてみましょう。周りの方、信頼関係のある方、自分の大切な方が自分のやってることを応援してくれない、手伝ってくれない、この状況で一体世界中のどんな他人をですね、本気にさせようっていうんですかっていうこと、これがビジネスなんですよ。一般論ですよね。自分がやってることを応援したくなるぐらいのレベルで自分が本気でやってれば、それはビジネスが広がっていくんですよ。要するにビジネスが広がるってことは、自分のやってることに協力してもっとうまくいくように働いてあげようっていうふうに思わせるのか、それとも頑張ってるから何か買ってあげようって思うのかなんですよ。どっちも属さない人をいくら作ってもしょうがないんですよね。だから私はこういうふうに考えます。すごくシンプルに言うと、自分のスタッフを増やすのか、それとも自分の顧客を増やすのか、ね、このどちらか、もしくは両方やることがビジネスの進んでいる、ビジネスが進んでいるということの証明になります。じゃあですね、まあこれはね、全部が全部一言では言えないんですけども、例えば顔出しもしない、動画のアップロードのペースもまちまち で空いた時だけなんか作業する、内容も自分で言うほども面白くない、自分が面白いとも感じてないけどとりあえずアップロードする、こういったものに協力したい方って誰か見つける自信あります？やっぱりね、自分自身のアクションがものすごく自分が好き、もう自分のやることが惚れ惚れしちゃうみたいな、でもまだまだもっともっと成長したいっていう風なぐらい好きと、このぐらいなんですよ。このぐらい思ってるところに協力者って出てこないですかね。逆に言うと、協力者が全く出てこないようなことをいつまでやるんですかってことなんですよ。協力者が出てこないとかね、顧客が出てこないんだったら、協力者が出てくるように、もしくは顧客が出てくるように工夫と努力を積み重ねて、いろんな角度からやっていくしかないのに、単なる作業をね、何の変化もないことを100回200回いつか何かが当たるだろうと思っても、これは当たらないですよ。これはもう完全にギャンブルの発想なんですよ。だからそうではなくて、一回一回やるごとに新しい工夫とかね、新しいポイントとかテーマっていうのを自分で考えて自分で試していく、全部ね、100回アクションってことは100回トライなんですよ。100回挑戦なんですよ。でもそれがね、100回やることだから、 do が目的じゃないんですよ。これ手段の目的化になっちゃダメなんですよね。YouTube 動画をいくらね、1000本1万本上げたからといって、何の変化もない、何の面白みもないものを上げたところで意味がないんですよ。じゃあ誰に向けて、どんな興味を持ってもらうように、どんな発見をしてもらいたい、そんなメッセージをどのぐらい詰め込めるかっていうところがね、アウトプットするものの差になってきますね。短期間で、ね、それこそね、数ヶ月で数十万人というファンをつかむ方もいれば、やっぱりね、動画をいくら作ってもただたくさん作業をしてるんだけども全然収入にならないような、自分でブラック企業に入社しちゃってるようなね、そんな YouTube 活動をしてる人もいます。これはどんなことでも同じなんですけども、一生懸命やったからって言って結果は出ないんですよ。そうではないんですよ。結果が出た人はでも全員一生懸命やってますよね。まあたまに手を抜いてうまくいく人いるんですけども、手を抜いてうまくいくことをもしね、最初から狙うとしたら、そんな奇跡を最初から当てにしているのでしたら、私がどんなメッセージを送っても多分無駄かと思いますんで、今すぐね、この私の動画から離脱していただければよろしいかと思います。でも自分の積み重ねていくことが、いろんな角度で検証して、いろんな角度で、再構成して最適解を求めていく、自分自身の内側を育てる旅なんだというふうに、今回のミスターまゆめさんみたいに気づいた方っていうのはまだ先があると思うんですよ。さあ、では動画のまとめになります。ミスターまゆめさんは数をやることによって質というものに気づき出しました。ただ他の方はどうでしょうか。質に気づくほど量をやってるでしょうかってことなんですよね。でもう一つなんですけども、 YouTube で自分なりのテーマが見つかった方がいます。そうですね、今ね、
阿部理恵さん、海老名市の阿部理恵さんってむちゃくちゃ YouTube に適した場所にいるんですよ。もっと言えばですね、そういうふうなことを狙って情報を受信をしてるからこれだって気づくんですよ、ね、だから海老名市にいる阿部理恵さんみたいな環境じゃないと YouTube やっても無駄なのかって、そんなことないです。皆さんがお住まいの地域とかね、皆さんの過ごしている年代とか、皆さんが考えているジャンル、すべてそこにヒットするものはあるんですよ。ただ情報を受け取るその質がもしね間違っていれば、自分がクリティカルヒットを出せるものに気づかずにそのまま単なるインプット作業をしてしまいます。だからアウトプットがいまいち冴えないんですよ。でもクリティカルヒットするものをね掴んだ時っていうのはもうクリティカルアウトプットができるんですよ。でこれをするために数をやっていろんなものを当たっていきましょう。本当にね浅く広くやっていきましょうってこと。浅く広くやってインプットアウトプットを繰り返した時にクリティカルヒットがあるものに最もディープに数多く押し寄せていくように突っ込んでいくんですよね。まあこういうふうなことをミスターメンさんが今回の50回の動画アップロードで気づいていただければと思います。今までのね動画の総数も およそね何百本とかね、なっていると思いますんで、ぜひねもう1000本1単位で1万本持って、初日とするみたいな感じでね、ただまあ数をやればいいと思うんではないですからね。やっぱ1万本やるっつったってそれはね1000本目とか2000本目に当たるのに越したことないですから、それはね工夫の密度によるんですよ。いつ当たるかっていうの工夫をしなければ10万本やっても当たりません。でも工夫の角度が良ければクリティカルヒットっていうのは案外早く訪れるんではないかなと思いますよね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。